皆さんこんにちは国尾です本日お届けするのは「岡村康之家庭教師」というアルバムこれについて触れていきたいと思っておりますえっ、ー、と比較的真剣に話しておりますのでえっ、ー、とお付き合いいただけたら嬉しいと思いますよろしくね家庭教師最初にもう,もう結論から申し上げますけどももう紛れもなく岡村康之さんの最高傑作です えとこ,れこここれにたどり着くまででの物語ですね「デート」「安行」そして「家庭教師」というアルバムまあちょっとこちらに掲げてますけど「総熟」というベスト版もハサミの三部作なのでまあこの時期というふうなあことがまあねいろいろ見方あると思いますでも「デート」から「家庭教師」までに2年ちょっとなんですよね。この岡村康行さん この,あの3部作と言いますけど、ベスト盤も入れました4枚というところ。ああ、もう恐ろしいそのキャリアなので、えーと、まずは今日は家庭教師に絞ってお届けしていきたいと思います。お付き合いください。家庭教師、僕の話から進めますね。僕が中学3年生の時のリリースです。当時、どんな時代背景だったかと申しますと、えー まあ自分自身がまあ高校受験なんてのもあったからかもしれないけれどもあと世の中バブル崩壊なんて言われるねタイミングだったんですよねそれでまあさまざまな事情状況というのが少しずつ子どもにも目に見えて変化していくような予兆があったそんなことを記憶しておりますまあ新聞でありニュースでありというところですよねえっと決して大人たちが明るくない悲観的なムード 今ねこれ撮ってるのは20あ失礼2020年の3月26日なもんですから、えっと、すごく環境は状況は似てるのかもしれませんね、えっと、そんな中でリリースされたあ正確な年えっとね日ちょっと待ってね1990年11月の16日ですねにリリースされた作品ですで、えー、このアルバム僕過去の岡村康之さんの作品実はデートとおー えー、安きに関しては少し出だしのところのデデデデ「ででででででうんと <laughs> 間違えてるけど <laughs> みたいなあ出だしのところで少しインパクト「いいおい」っていうインパクトと「おっ」っていうインパクトと2つあったんですがこのこのアルバムは音楽ファン的に音的になんかサプライズじゃなくて。 ガガンガン掴んできてくれますそれが最初の曲「どうなっちゃってんだよ」の出だしイントロだと思いますもう同じアーティスト同じ方が過去のアルバム作っていた方が作られたような印象はまるでありませんこのすごいのはデート・安行家庭教師 全部カラーが違うんですねで家庭教師のこの出だしもうあの子供には理解ができなかったですねなんか新しすぎてだけども当時のクラブミュージックだったりとかもしかしたら、まあ、プリンスを好きだというね岡村さんの発言もあるのでそういったところからの引用だからブレ「ブレイクビーツ」って書いてあった方がったかな。 まあ、ブレイクビーストはドラムベースとかのちに言われるジャンルなんですけどなんかそんな、うん、表現から入ってなんか聞いたことないリズムだけどかっこいいなって思いましたね。で歌詞がもう岡村さんの話は歌詞が外せないんですけど歌詞の出だしがすごいんですよ。 今年の夏はですよ誇らしいと誰からも言われてみたい気がする結局何でもない可能性ありますよね <laughs> すごいですよそれをエビバリで,、ね、で冬リリースで今年の夏の話、ね、南行ってます 北半球なんんかも見てません <laughs> すごい。ね、で彼の、まあ、ちょっと歌手の話戻しますけど、あのー、言ってたかで彼の素晴らしいところはパッションでそこに音にはまるでこれ以外のことはそんなに多分追求していらっしゃらないように見えますが。 これ歌詞が筋が筋通ってきちゃうんですよこの,かこのね家庭教師のすごいところは前編にわたっっってて歌詞が筋通っちゃってんですよ、ね、なんか成熟化してこんな成人いないんだけどなんか岡村康幸さんっていう,う一つのコンセプトの中では成熟してしまってるんですよで。それがもうこの「どうなっちゃってんだよ」の歌詞に入れてこの全部読んでもしょうがないんで検索していただければなんですけど。 でもすごいから喋るとあのねこれ子供子供が見ていたせ大人の世界観をパンパンパンとこの並べていくんですよね職場でバカなセクハラ上司、ね、読んだ本は全部漫画ばかりで次の日全部忘れちゃうさすがに子供当時ジャンプとか読んでて次の日全部は忘れてなくてもうガチで持って 自分の魅力を学校で話してた気がしますけど、<laughs> でもまあこれは安逸さん世代の僕と十違いますから、当時の二十五歳、二十四歳、二十五歳ぐらいの世代の世界観なんでしょう。当然大卒で、えー、お友達連中同世代だったら二年目ぐらいになるんですかね。そういう人たち二年目三年目ぐらいの社会の状況、同級生の状況なんか言ってるんだと思います。ね。 好みのギャルもビデオばかり見てたなら出会う機会もうせるぜ、ね、昨今オタクみたいな文化は日の目を浴びてますけど当時はもうゲのゲ扱いでしたからね、まあ、後に卓八郎さんなんかと <laughs> いろんなイベントやらせてもらったり僕もしたんですけどまああの辺代表例で彼もすごいけどね言われ役買って出てるからでもまあまあ世の中のパブリックイメージというところで言うと そういういとところの明暗がつきやすかっっったた時代だったとは思ってますでその時の背景がすごくパンパンパンと思い浮かぶし今でもあ最近あったみたいに最近あったちょっと言い過ぎだけどリアルにわかりますよそういうのを歌詞の世界で届けられてるっていうのはすごいなうんマニバル通りに見つめてそんでもって「マンションマンション」メンションですよ。 これわかんない人はなんか見てみてください。あの、どうなっちゃってんだよ。画像で多分出てくると思います。ね。バブル。バブル崩壊前夜バブル崩壊後みたいなのをね。うまーく。当時の25歳前後の成人男性の目線で歌っている。そんな気がします。で、曲はもう,もう子供に与えるには贅沢すぎる。踊れる曲。 この1曲だけでちょっと長くなっちゃったんですけどどうしようかなもういいや次行きましょうカルアミルクが2曲目です岡村康之さん切手の名バラードです僕は前回の動画で友人のフリーなんていうのが自分の人生のバラードのトップなんて言っていたんですけどまあそれはもちろん変わりません理由はシンプルに当時の子供として、えー、共感ができたし 理理屈意味がよくわかったから。で、このアルバムも、あ、このカルアミルクも。ものすごくバラードとしては。あの、競わせるの失礼なぐらいトップです。だけど、なぜそこでベストワンみたいなことを言わないかというと。当時ね、聞いた時に歌詞の世界が分からなかったんです。どうしてか、当然。あのお酒のね、カルアミルクという世界観ですよ。僕、当時中学生だったんですけど。 当時の文化どれぐらいだったかって先輩体育会系の部下動があったらもう中学高校関係ないんで呼び出されて飲まされる的な文化はあったっちゃありましたでもカルガミルクは飲まねえ <laughs> そういうことですだからこれはねあの知らないんですよいや知らないものは想像になるし想像の中のワードが多すぎたんですねで今見て聞けばロマンチックですね これ後にの尾崎吉川岡村康之なんていう友情の話がねあのいろんな伝説あと近しい方々もう僕いろいろ構ってもらった時期長かったんでお話をお伺いしてたら、うん、衝撃のお「おっ!」ていう事実をき聞かされるというか聞かせていただくっていうのあったんですけど。 この歌詞にはすごく実は内容が込められていてこれはね僕いろんな話の誰かの今日か必要な話じゃないだろうけどこの3人の友情だけの動画を撮りますんでその時に必ずお話しします僕それ聞いた時にもうハッとして「としちゃんかよ」って <laughs> もうやめますあの泣きましたよ岡村さんってピュアものすごいピュア あ信じられないですねでそんななんかドラマティックな後で振り返ってもドラマティックな背景があるそういう歌詞を書いていただいていてかつサウンドはベリーシンプルでこれはこのトラックだけ調べたりこれやるかどうかわかんないけど岡村さんのルーツの音楽だけ、えー、とこれとこれがすごくセミラーだと <laughs> ルソンブルセミラーみたいなね。<laughs> だというのはね、うん、なんかやあの誤解のないようにちゃんとあの伝えられるときにお届けしますんで、それも楽しみにしてください。やっぱりルーツに対して素直で音楽というのは継承しているというその背中姿正面の表情、こうこれで魅力も全然プラスになってきますんで、だ、まあ、そういう側面あるよということです。まあ、カラーミルクじゃあ今日それぐらいにしておきましょうか。 俺これだいぶ長くなるぞこれちょっと途中で考えますでかっこいいな3曲目ですねかっこいいなはもうあのねかわいいななんですけどねこれ曲が <laughs> あのどういうどうやってかっこいいななのかって言ったら岡村さん自身が思う,う世の中のちょっといいなあれいいなこれいいなって歌詞で出てるんですけどもう何て言うんですか絞れてねえやつ感ですよね でもねとはいえね、この人すごいんすよ。これ歌詞の一発目でカタログ眺めるあの子の瞳から入るんだけど、その懸念人間連発よりもうカタログかどうかがまず子供に最初ヒアリングできてないんでわかんないっす。ムラムとしてんですから、もうそれもううんうんうんっていう。<laughs> 岡村さんあり,ありがちなんですけど、うん、1回目のヒアリングで50取れないですねこのそのすごいなんていうかなりに,にポイントヒアロキーを置いてるでもかこの人の歌詞はその割に岡村康之さん像って見失わないしまあ当たり前なんですけど本人が歌って。 作って歌ってて歌るわけだからってなるかもしれないけどとはいえ結構バラッバラに散らかして最後まとめたかまとめてなかったかよく分かんない間に終わるんです。で時が流れて振り返った時にあっつじつまっちゃうんですよ。俺これが芸術だと思うんですよね。さあ絶対最初じゃ分からないの。で分かった気に なるとこもあるんだけどあと笑っちゃったりいやもういいでしょうみたいになったり両方あるんだけどいや違う違う,もうこれもやめよう <laughs> すごいのよあの実は隠されてた統一感まあパトロンにねだるこの宝石より僕の奇跡は思まれる g i もう比較対象超,超でかいんだけどピンポイントで、えー、伝えたいやつ一人でもこれがみんなに伝わっちゃう,もう天才って言葉が安いっすねでサビアがさっき言いました「かっこいいなあれいいなこれいいな欲しがってばかりのベイベー かっこいいなあれいいなでも本当に大事なキスなら僕しか販売してない、はあ、一人だけじゃなくてもう点と点ですよ。色気ないね表現が、はあ。これ何が痛い,いかっていうと、わずかな一瞬瞬間のピンポイントためのためだけのことを、 広げたスカイからさっと入ってくる。クロスしてこう点があるじゃないですか。このエックスじゃないですけど、こうプーンと広げていく感覚ですよね。恐れ入ります。<laughs> これ今もこの頭の三曲だけ再生してみてくださいよ。これもしなんかトリプル A 面みたいな最近シングルありますけど、まあハロープロなんかそういうの多いんですけど。 こんなので、この3曲入っててご覧なさい <laughs>。誰だよな <laughs>。うん。もう、これ時代なのですかね。本人の才能なのですかね。何か副作用的なものなんですかね。これ以上言いません。僕、これ残せたん、これの、 このアルバムの冒頭の3曲の出だし残せたんだったらもう生きててくれれば何でもいいかなもう中3の子供への影響力ってなふなどう振り返っても計り知れないですよ全部覚えてるもん最初に聞いたシチュエーションからこのアルバムを友達に紹介するときに伝わんないだろうなと思って言わなかったこととか あと岡村康之さんっていうパフォーマンス表現とのイコールがすごく難しくて偶然なんじゃないかとか思ったりとか失礼にあたるけどねでもそ,それが芸術だと思うんですよこんなすごいこと理解不能なんですできるわけないって思ってる、うん、いやまたもちろんね関わった大人のアレンジやコンポーザーに対しての知識のある人たち あと音の取り方あと当時の予算音楽業界にあった予算ねいろんなものあったと思いますけどでも絶対に言えんの岡村康之さんの才能がこの時のポテンシャルに対しての本人のイケイケ感これがなかったらできなかったでしょうってことですよこれどうしようもう最初の3曲ですがあの僕ねあの チャンネル登録者も増やしたいしこれシリーズ化したいっていうのもあるから初ですすよ最初の3曲で今日終わりますで、えー、とあとの6曲は近々更新ということにしましまょうこの岡村康幸さんはねあの僕なんかみたいな人が語っちゃいけないんですよ本当は。でも思いが強くずっと聴いてきていてまだ音楽を聴く上でのルーツとして外せないんで。 まあそんなやつが言ってるよってことで、まあ、国尾もしょうがねえな言ってることは長いけど、もうちょっと付き合ってやれよと思った方は、ちょっと次回も楽しみにしてください。じゃあ本日はもう、ねこの辺にして、家庭教師は続編をお届けしたいと思っております。えっ、ー、と、国尾チャンネル引き続きお付き合いいただけと思います。もう、河村康之さん、才能、すごすぎて、抑えきれない。そんな感じです。またね。